ありがとうございます。では内装でございます。純正ジェミーのフロアマットですね。このように、そして吸光もトランクもしっかりもちろん開きます。俺がいる武者のついてたレッカーのシートでございますね。さすがに運転席の方ちょっと疲れはあります。まあ、ちょっとアンコが抜けてきたというか、ちょっと柔らかくなってるだけでありまして、大きな破れは出てません。そしてこちらですね、もう設計上見た感じどう見てもこれはぶつけるだろうという場所ですけども、はい、ここはちょっとほつれ補修してる後ですかね、やってあります。はい、まあでも比較的にこの年式にしては全部綺麗かと思います。ちっちゃい穴とかもですね、見ればありますが、まあ、かなり状態いいと思いますね。助手席の方もかなりですね、これがちっちゃいタバコの穴ですかね。はい、こちらのカードそれほど擦れてませんね。はい、そして純正フロアマット、そしてもうダッシュボード上あたりもすごくもうちゃんと磨いてあるというのが分かりますね。かなり維持力しっかりされてる方でしたね。そしてイルムシャのステアリングも元書いてあります。これが純正のイルムシャのステアリングですね。実走行99,240キロ、無事故実走行ということで、まあ、嬉しい時代でございます。そして、これパナソニックの当時物のデッキですね。最初使えないかと思ったんですけど、カセットデッキ、はい、茨城県で今やってるんですけど、ナックファイブが茨城県がよく入らないだけでありまして、なんかとても入ってます。ベースもトレブルもですねちゃんと使えてます。チャンネルの方もですねちゃんと反応しております。はい、すごいですね、これはちゃんと使える。そして HKS のターボタイマーですね、こちらも1分、3分、5分の方でしっかり設定動いてます。そして、クルーズコントロールですね、クルーズコントロール付きでございます。高速で試してみました。こちらとでもしっかり効いてました。まあ、ちょっと慣れないとですね、あまり日本の道では使うものではないなと言われてますが、オンオフスイッチでですねこのように認識をするようになってます。はい、シガーの火もちゃんとつきましたね、大丈夫です。そしてワイパーコントロール、そしてライトの方ですね、フォグボタンはこちらにあります。ということで全部きれいに使えてます。もちろんドアの方も全部洗浄したと、もう必ずどれかしら壊れて、いや直してきてるんでしょうねっていう感じで、感動の時代でございます。はい、後ろのシート部分ですね、こちらも純正のようですね。このサイズは専用設計だと思われますので、これは何でしょうね、コンピューターですかね、日本 ABS リミテッドって書いてありますけども、とりあえずこれは、特に、使用するにあたって必要な部分ではないので省略させてあげます。後ろのシートも綺麗ですね。荷物もですねこのように広げて後ろまで広く使えますので、その点も便利ですね。まあ、ちょっとしみ汚れとかありますが、こんな感じでですね、まあ、全体的には綺麗なレベルと言っていいと思います。そしてトランクです。まあ、トランクちょっと今荷物いっぱい積んじゃいましたが、スペアタイヤとか写真で撮っておきました。見てください、何がと言いますね、もうこの後ろがですね埃がないんですね。こういうところもですねもうまめに拭かれている。この辺もですね触ってみても埃が手につかないという、もうそこまで綺麗にやって維持されていたのかというのが分かるのが素晴らしいと思います。そしてちょっとですねこの辺がですね新しい部品だと思うんですけど、ちょっと閉まりづらいです。このぐらいだと閉まらないですね、はい、はい、ちょっと閉まりづらいです。真ん中を押さえてやるぐらいですと、ちょうど真ん中より注意左ぐらいですかね、これだともう綺麗にちゃんと閉まります。はい、リアスポー綺麗ですね、とにかく綺麗です。ありがとうございます。ガイド説明メジロ自動車おめでとうございました。